1899年11月5日、アンテロープ号がイングランドのブリストルを出て半年が過ぎました。航海は順調に進んでいる。この旅が済んだら今度こそ家に落ち着いて妻や子と一緒に暮らそう。ガリバーは船のお医者様、船医です。もうどれだけの船に乗ったでしょうか。小さい頃からいつの日か世界へ飛び出すことになる、それが自分の運命なのだと信じて、その思いのままに旅を続けていましたが、さすがに家族のことが懐かしくなってきたようです。ところがその夜、突然の嵐がアンテロープ号を襲いました。しっかりするんだ、頑張れ。でもこの嵐が、あの不思議で奇妙な旅の始まりだったのです。助かった。ここは、助かったんだ。他の乗組員は、どうなってるんだ。体がちっとも動かないぞ。冷めてくれ。分かった、何もしないよ、何もしないったら。撃ち方やめ。これは夢なんかじゃないぞ。何がどうなってしまったんだ。ガリバーが流れ着いたのは、世にも不思議な国、リリパットでした。ガリバーの驚きは大変なものでしたが、リリパットの人たちだってそれは同じでした。なぜって、ガリバーのような大きな人間を今まで誰も見たことがなかったのですから。リリパッドの首都ミルデンドにガリバーが着くと、もう大騒ぎ。一目見ようとヤジ馬たちが押しかけ、まるでおしくらまんじゅうのようなありさまです。ガリバーは今は使われていない古い神殿に入れられ、鎖で足をつながれました。ファンファーレでやってきたのはリリパット国の皇帝、続いて海軍提督、大蔵大臣、そして宮内大臣たちです。こやつか、
我がリリパッドの浜で倒れていたという化け物は。はい、空から降ってきたものか、はたまた地から湧き出たものか。陛下、何をしでかすやら、あまりお近づきにならない方が。これは皇帝陛下でいらっしゃいますか。私、医師としてアンテロープ号に乗り組んでおりましたガリバーと申す者でございます。おお、ガリバーとな。見かけによらず礼儀を心得ているようですな。いや、安心はできません。ここは一つ慎重に調べてみなくては。好きにしろ。はは。陛下のご命令により今より持ち物検査を行う。誠意を持って指示に従うように。ご自由にお調べください。何も隠し立てはいたしません。ではポケットの中身をここに出してみせろ。なんでしょうこの音は。何か生き物では。いやいや、中に誰か入っているのだろう。それは時計ですよ。時計とは。私は何かするときやどこかへ行くとき、いつもそれと相談して決めるのです。おお、時計とはそんなに偉いお方であったか。大蔵大臣よ、無礼の内容を丁重に扱うのじゃぞ。はは。この鉄の塊は何だ。ピストルです。少々大きな音がしますが、どうかびっくりなさらないでください。海軍提督のわしが少々のことでびっくりなどするものか。では。さすがにピストルにはゾッとしたようです。危険だからとさっさとどこかへ運んでいってしまいました。いた。ん、ああ、うん、あっ、あっ、あっ、ちょっと撃ってみただけじゃねえか。許可なく矢を射るとは不届きな。よかろうガリバーよ、その者を好きにするがよい。本当によろしいんですね。やった、助けて。今度いたずらしたらただじゃおかないぞ。さあお帰り。さあ。なあ。やあ。ガリバーの寛大な行いに気をよくした皇帝は、大層喜んで歓迎の催しを開くことにしました。これはうまい。あんないっぺんに食べられちゃお金がいくらあっても追いつかないじゃないか。あ、頭が痛くなってきた。日が経つにつれ、リリパッドの人たちもガリバーに慣れて、次第に一緒に遊んだりできるようになりました。そんなある日、ガリバーに嬉しい知らせが舞い込んできました。これより皇帝陛下のお言葉を伝える。お言葉というのは他でもない、そなたの日頃の行いが良いことに免じ、本日よりいつでもどこでも自由に歩くことを許可する。迷惑千万だが仕方がない。そこで法律に従い、リパッド国のやり方で誓いを立ててもらう。というと。なに、簡単だ、わしの言う通りにすればよい。左手で右足をつかみ、右手の中指を頭のてっぺんに、親指を右の耳たぶにつける。心より皇帝陛下に忠誠を誓い、
規則を守ることを約束します。何はともあれ自由を手に入れることができたガリバーでした。やあ、こんにちは。なんて素晴らしい街なんだ。自由に歩き回れるのはいいのですが、なんとも気が気ではありません。うっかり街の人を踏んづけたりしたら大変です。でもその日一日ガリバーは本当に楽しそうでした。それから2週間ほど経ったある朝のこと、宮内大臣がお忍びで訪ねてきました。こんなに早くどうしました？折り入って大事なお願いがありまして。お願い？実は知る限りにおいてこの世には我がリリパット国と海を隔てたブレフスキュー国しかありません。その2つの国が不幸にも対立し36ヶ月にも及ぶ戦争を続けているのです。こんなに平和そうな国でどうしてまた争いの元というのは、卵を食べるとき大きい方から割るか小さい方から割るかということなのですが。そんなことで我々にとっては命より大事なことです。はあ、卵を尖った方から割るのが我がリリパット国の習わしですが、それに反対してブレフスキュー国へ逃げ出した者もたくさんおります。そのブレフスキューが今まさに大量の戦艦を用意して我が国に攻め込もうとしておるのです。そこでガリバー殿、どうかブレフスキュー国の企みを思いとどまらせてはくれないだろうか。皇帝陛下のためにもぜひ。わかりました。手厚くもてなしてくださった皇帝陛下の頼みとあらば。早速ガリバーは50本の鍵付きのロープを用意させて、一人ブレフスキュー国へ向けて歩き出しました。突然現れたガリバーに、もうブレフスキューの港は大パニックです。うわぁ、こりゃたまらん。ガリバーの大胆な作戦にブレフスキューの兵士たちはただ唖然とするばかりでした。ください、ガリバー殿がやりましたぞ。ブレフスキューの戦艦をあんなにいっぱい。おお、余計なことをしよって。これでは海軍提督としてのわしの立場がないではないか。ただいま帰りました皇帝陛下。これで我がリリパット国も一安心じゃ。そなたの功績をたたえ、ここに最高の爵位であるナーダックを送る。ところでガリバー殿、今度機会があったらブレフスキューの戦艦全部を持ってきてくれんだろうか。全部ですか？そうじゃ。そうすればブレフスキュー国を我が物にすることができる。卵の割り方だって迷わなくて済むではないか。お言葉ですが、すでにブレフスキュー国に戦う力はありません。このまま放っておいても二度と攻めてきたりはしないでしょう。それより話し合いで解決を。無礼な！陛下のお言葉が聞けるというのか！なんと恩知らずなこと！申し訳ありません。食い止めるためだと思ってしたことが、逆に皇帝の野心をかきたててしまったようです。大臣、
人というものは一番上に立つとわがままになってしまうのだろうか。いや、何とお答えしたらよいか。陛下のご機嫌を損なってなければよいのですが。大変でーす。宮殿が火事に。何ですと。遅かったではないか。急いで消し止めるのじゃ。はい。もっとたくさんの水があれば。たくさんの水か。それなら。ガリバーのとっさの思いつきで、なんとか火事は収まりました。ところが、あんなもので消すなんて、なんてはしたない。もうここへは住めませんわ。よかれと思ってしたことでしたが、今度はお妃を怒らせてしまいました。それはあんまりでは。いや、お妃は大いにご立腹ですぞ。そればかりか。先日などはブレフス旧国の戦艦を全て持ってこいという陛下のお頼みをきっぱり断ったりしたではありませんか。聞くところによりますと、ブレフス旧との間によからぬ噂もあります。まさか敵国と手を組むつもりでは。とにかくあのガリバーと申す者、何から何までけしからんのであります。日頃からガリバーをよく思っていなかった海軍提督と大蔵大臣は、ここぞとばかりに攻め立てました。その剣幕に押し切られ、ついに皇帝までが。確かにガリバー殿がブレフス旧国に就こうものなら、我が国はひとたまりもないの。しかしガリバー殿は皆さんも知ってる通り、正直で心の優しい方。そんな大それたことを。大臣、奴をかばったりすると貴殿にまでいらぬ疑いがかけられますの。それは。何だって。何とか取りなそうとしたのだが、どうしても説得できず。私を殺すというのか。もし敵国と手を組まれては大変。それならばいっそのことと。恐ろしいことだ。ガリバー殿、こうなっては一刻も早くこの国を出られた方が良いのでは。わかりました。それしか方法はないようですね。ありがとう大臣。お気をつけて。どうやらこの国にとって私は邪魔になってきたようだ。宮内大臣にリリパット国から逃げ延びた人たちがいると聞いていたガリバーは、ブレフス旧国へ助けを求めることにしました。このようなお願いのできる立場ではないのですが、もう私には行くところがありません。どうか。そういう事情であれば見捨てておくわけにはいかん。歓迎しますぞガリバー殿。それ歓迎の催しじゃ。はっ。戦艦を奪われたことなど忘れたかのように大歓迎の皇帝でしたが、それもまたガリバーを利用したいがためだったのです。あやつをうまく使えばリーパット国などひとひねりじゃ。そんな皇帝の企みを知ってガリバーはまたまたがっかりしました。はあ、ブレフス旧国の皇帝もやはり私の力が欲しいだけだったのか。なんともはや。あ、あれは。皇帝陛下、助けていただきありがとうございました。ですがこれ以上ご迷惑をかけるわけにはいきません。幸いボートが見つかりましたので、故郷のブリストルへ戻りたいと思います。どうしても帰られるのか。残念じゃの。お名残惜しいのですが。惜しいことをしましたな。
じゃがリリパッド国へ戻られるよりはこのままどこかへいなくなってくれた方が助かるというものじゃ。ガルバーは何日も何日もただひたすら漕ぎ続けました。そして一体どのくらい経ったでしょうか。おお、あれだ、助かったぞ。こうしてガリバーの不思議な旅は終わりました。信じられない。いや、こりゃかわいいや。まったくだ。連れて帰って帰るか、ガリバまだ世界には知らない国がたくさんあるようだ。家族には申し訳ないが、もっといろんな国を見てみるのも悪くないか。ふるさとのブリストルに帰って2ヶ月後、再び船に乗り込むガリバーの姿があったということ。